台湾対日光アイスバックスは台湾が5対3で勝ちました。赤信をお伝えしました。10時10分です。10時10分を回りました。ワクテガラジオ学園サンデーガリット中、熊谷武宏と福島よしなりと、はい、AKB48 の仲間としおりが東京渋谷の NHK131 スタジオから生放送でお送りしています。はい、お送りしてますけど、はい、ここでお便り来てますよ、ラジオネームゆまゆまちゃん、愛知県16歳女性、仲間ッター大好き、 ありがとうございます。仲間ッターの声聞いて今週も頑張ります。頑張ってくださいと。頑張れますね、ありがとうございます。続きましてラジオネームマイニャン、はい、しおりちゃんのもののけ姫震えましたしおりちゃんの生歌もっと聞きたくなりましたと。ありがとう、聞きたいよと。嬉しいです、ねえ、いえいえ、ですよ、もののけ姫があったりね本当に言ってますか。いや、言ってるよ、本当に。わー、嬉しい。うん、いやー、さあね、まあ、僕らね、あの仲間って、はい、AKB は会いに行けるアイドルじゃない。そうですよ、僕らは会いに行く芸人、そうなの、ガリット中なんですよ。そうなんですか、普通の間に。そうなんです、僕らが会いに行くんですよ。あー、なるほどね、はい、で、リスナーのみんなに会いに行くよ企画というやってるんですけども。本当に会いに行くんですか。会いに行ってるんです、直接。はい、それの第4弾やってきたんです、はい、石川県の山崎一世君、香川県の神々公爵、仙台の荒わし軍団に続く、はい、大阪府の中学2年生土井康平君、中2の、はい、土井康平君に行って、実は今回のロケは私熊谷が一人で行ってまいりました。一人で、はい、俺も行きたかったよ。いや、そうなんですよ、行きたかったって言いますけどね、福島がね、合格祈願のロケ以来、はい、一人で行ったんですけど、はいはいはい、それ以来なんか俺は何もしてないみたいな、俺は寒い中豪華祈願やったんだみたいな頑張ったのにみたいな。そうなんですよ、それも言われてますからね、はいはい、今回はもうリスナーとじっくり向き合いたいということで、はいはい、もうこの僕の熱い思いをディレクターさんに訴えてねこのワクテガラジオ学園の松岡修造こと、うん、熊谷がこの熱い気持ちをね持っていきましたから。いつの間にそんなキャラに。いや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 、まあ、今回は大阪在住の土井くん、うん、まあ、奈良の学校に通っているということで、はい、うんうん、学校帰りの土井くんと奈良で会ってきました。まずはご対面の様子からお聞きください。さあ、奈良県にやってきました。今は奈良の猿沢の池のほとり、ここからですね、興福寺の五重の塔、こちらも見える奈良の代表的な風景が見える場所に今います。あっと、やっぱ鹿いる、鹿、いや、奈良だから鹿いる、鹿3頭います。もうこれ普通に道路のちょっと脇の芝生のとこにいますよ、奈良。鹿が、やっぱ鹿ですね。あ、はじめまして。あ、はじめまして。はじめまして。街頭中、熊谷さん。あ、で、あれ、お父さん。すみません。あ、ありがとうございます。あ、お父さんも来ていただいて。あ、ガリット中の熊谷と申します。どうも。奈良に会いに来ましたけども、はい、どういう、何かやりたいみたいな。そうですね。じゃあ、熊谷さんと語りたいですかね。熊谷さんの、お笑い芸人としての考え方だったり、うん、そういうことについて聞きたいですね。オッケーオッケー、分かった、もう包み隠さず俺も言うから。さあ、土井くん、じゃあ会った時にお父さんと一緒に来たんですよ。動揺具合が半端なかったですよね。俺一人で来ると思ったから、お父さんに来たからもう背筋ピンってなっちゃってちゃんとしますからみたいな。会った瞬間すごい、お父さん、お父さんみたいな、いや、彼女のお父さん来たみたいな感じになっちゃったの。どこのカップルやみたいな感じでしたけど。なぜかあと、シカ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 言ってましたね。いや、普通の街にいるわけよ、もう車がビンビン通ってる横の芝生にシカがいたから。普通に、うん、普通にいたらしい。で、まあ、この土井くんね、はい、将来の夢は教育関係の仕事に就くこと、奈良の進学校に
通ってまして、まあ、野球部に所属してるんですけども、ワクテカサンデーはもう去年からずっと聞いてて、嬉しい。去年の10月にはドラマワンミニットにも出演したと。すごいですね。で、まあ、土井くんがやりたいことは真剣な話がしたいということで、もう僕はもう男同士じっくり。三者面談というか、二者面談なんだろう。お父さんはちょっと今、喫茶店で待っていて、土井さんと、土井くんと、土井くんと僕で。挨拶の時だけだと、ね。はい。1対1で、男の真剣トーク、じっくり語り合ってきましたので、お聞きください。じゃあ、こちらのベンチに座って、語ろうね、土井くん。はい。お願いします。お願いします。土井くんは今何歳だっけ？今14歳です。14か。はい。35だからもうね。21歳。21歳さ。約二回りですね。二回りしっかりしてるね、土井くんね。そんなことないですよ。ちゃんとしっかりしてるわ、話し方とかが。熊谷さん、なんでお笑い芸人をやろうと思われたんですかね。あ、俺はね、高校生の頃には何やろうかって悩んでね。はい、その当時、女子とこうカラオケ会みたいな行くことがあったね、高校生の、で、こう行った時に、クマちゃん面白いってなるわけね、女の子が。はい、で、ある日さ、女の子はそんなにその、お綺麗じゃない子が来てね、で、こう終わった後、その日もまあクマちゃん面白いってなって、友達はなんか、そんな元気じゃないというか楽しくなかったみたいにしてるけど、俺はもうそうやって面白いって言われたから楽しかったってやって、俺は面白いって思われるのが、すごい楽しいのかなと思って、この世界に入ったというか、でもやっぱりその芸人さんっていっぱいいられて、やっぱり売れるのは人に言ったら別が一握りじゃないですか。でもやっぱり一般のサラリーマンの方々ってやっぱり給料も安定してますし、そういうこともあるのに、そういうリスクを負ってまでもお笑い芸人になりたいと思いましたか？そこはね、やっぱりこう、まあ、バカだった、勢いがあるバカだったとは思う。その18の当時、ダウンタウンさんっていうね、俺はもう天才だと思ってて、やっぱで出会って、わ、なんて面白い2人なんだって思って、この人のようなっていうのはあるかもしれない。そこにすごい影響を受けて、好きなことやって、その給料もらえて、なんかお母さんとかに楽させればいいなっていう野望でやったというか、かな。じゃあもしその、まあ、これからもっと、もしですよ、売れなくなったとして、厳しくなったとしても、どこまで犠牲にして続けていこうと思いますかね。取り組んだ、それがな、やっぱ、20代前半はさ、やっぱ芸人だって言って、いやもう、いや普通の幸せいらねえぜって思ってたのよ、本当に。結婚もいいぜと、なんか、まあ、土井くんって言うのもなんだけどさ、いろんな女の子と知り合うぜと思うのね、思ってたの。でももう今やっぱ35になると、こればっかりはね、もう今日はもう続けるってこと、明日になったら、もしかしたら、ぽってなる可能性、そういきなり、いきなり、あ、やっぱやめようって思うってもうしょうがないかなって思う自分は、でも続けたいけどね。こういう楽しい、本当に周りの人もさ、先輩もすげえ優しくて、楽しいし、お金はないかな、実際。お金がないっていうのはあるけど、その充実感としてはやっぱお金以上に何かがある、まあまあまああるんだね。いやそういういろいろな話勉強になりましたし、いやお笑い芸人さんの価値観とかにもよく分かりましたし、いい機会だったなと思うんですね。俺だけじゃないけど、まあね、いろんな芸人さんがいて価値観はあるけど、今は別でも土井くんが思うままで、生きていけばいいさ、さあということで、小林さん、はい、この子14歳、本当に14歳なんか MC のようにこうね、スムーズなこう受け答えができすぎててびっくりしましたけど、俺もう素で本当語ってんのよこれ、全部もう、こんなに真剣に来るんだって、俺もうマジ真剣に行かなきゃなって。なんか土井くんメインというよりもなんか、
うん、熊谷さんの芸人像の話がメインみたいな。そ う, そ う, そうでもそれをすごい聞きたいって言って、ね、そうですね、うん、聞きたかったんですもんね、うんうん、25歳20代前半はつって桃井かおりみたいになってたらちょっと俺なってないあの語るっていうか歴史をいやでもね本当に土井くんしっかりした、ね、すごいね声聞いただけでも分かります。うん、うん、ずっと君はすごいねすごいねって俺ずっと言ってたの。考えがしっかりしてねという、うん、土井くん将来何になりたいの。土井くんはその教育関係の仕事ね。俺みたいにね、うん、お笑いをやりたいっていう子もいいって。だからそのお笑い以外のね俺がこう継がなきゃいけないとかじゃなく、うんうん、それ以外も道あるんだよっていうのを教えていきたいって。こういう熊谷さんみたいな人もいると世の中にはみたいな、うん、そういういろんな教育があっていいと、うん、すごいしっかりしてる、うん、だから教育本当にね、うん、もうだから教育まとめますね。教育に行きたいと思う、うん、なるほどね。いや本当に俺が会いに行ってなんか学んだというか、うん、俺が会いに行ってよかったね。14歳の子に学んだというか、なんかね、すごい真剣に語ってらっしゃって、うん、そうそうそう、すごいよかったです。本音が聞けましたね、うんうん。まあ皆さん番組ではですね、僕らに会いに来てほしいというリスナーまだまだ募集します、うん、僕らに何をしてほしいか逆にどんなおもてなしをしてくれるのか、うん、そんなことも合わせてぜひメールをください。日本であればどこにでも会いに行きます。さて番組ではですね、みんなのお便りメッセージを待っています。投稿はパソコン携帯の方はワクテカラジオ学園のホームページから、それとツイッターからの書き込みを受け付け中。ツイートするときはハッシュタグ NHK アンダーバー WKTK も添えてください。待ってます。さあそれでは10時台はこちらのコーナーからスタート。ポイナはドラマ、ヤクザはドラマ、ポイナが怒ればドラマワンミニット。ドラマワンミニット、リスナーが作ったミニラジオドラマにリスナー自身が電話で出演して番組 MC と共演しちゃおうというこのコーナー。今週もたくさんのシナリオの投稿いただきましたが、その中からドラマに出演していただくのはこの方です。早速電話をつなぎましょう。東京都男性、竹鶴さんです。もしもし。あ、もしもし。もしもし、ガリット中の熊谷です。福島です。こんばんは。こんばんは。 AKB48 からは仲間としおりです。こんばんは。こんばんは。竹鶴さん、はい、AKB48 のファンだと聞きましたが、誰のファンなんですか。仲間としおりさんのファンです。いいよ。いや、竹鶴さんね、本当に握手会の常連さんなんですよ。はいはいはい。竹鶴さんはそうなんです、いつも来てくださって、なんか2010年のデビュー当時から応援してると。そうなんですよ、私がこうちゃんと正規メンバーとしてチームに入る前の下積みの研究生っていう時期があって、その時代からずっと握手会も来てくださったり、公演に来てくださったり、結構熱心なファンの方でいつもお世話になってます。ねえ、はい、仲間ってのどこが好きですか。お、うん、聞いたことない。全部ですけど、優しいところが好きです、うん、あ、全部だけど特には優しいところ。絶対嘘ですよね。竹鶴さん嘘なの、ね、嘘じゃない。いや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 、優しいですよ、うん、とにかく全部が好きだと。嬉しいです、はい、うん、さあ今回のドラマなんですが、バーを舞台に送ってくれたんですけども、なぜですか。結構お酒が好きで、うんうん、この竹鶴っていうのも、まあ、ある会社のウイスキーの名前なんですけども、はいはいはい、友達がバーをやっていてよくそこに行って、うん、ぼーっとしてるのが好きなので、はい、でしおりちゃんも今回二十歳になってお酒が大丈夫になったので、はい、その二つを組み合わせてみました。はいはい、だからバーを舞台にと。はいはい、わかりました。こちらまあね、一週間いろいろあってね、週末予定ない、そんな憂鬱を洗い流してくれるカクテルをイメージしたと。カクテルおしゃれですね。はい、うん、さあ今日は竹鶴さんからいただいたお話をベースにスタッフがドラマにしました。どんなお話になっているんでしょうか。竹鶴さん準備は OK ですか。はい、 OK です。仲間ったも OK ですか。はい、バッチリです。はい、わかりました。それではドラマワンミニットスタート。タイトル、ブルーフライデー。もう俺なんてダメだ。マスター、もう一杯ください。
随分と落ち込んでるようですね。聞いてくれます？コンビ組んで10年以上なのに影が薄いんですよ。そんなあなたには、はい、ブルーフライデー。ブルーフライデー？テキーラをベースにブルー競争を加えたカクテルです。憂鬱な気分を吹っ飛びますよ。なんか俺まだまだコンビで頑張れる気がしてきた。あ、やっぱりここにいた。あ、熊谷。俺マスター、俺にもいつもの。はい。だからいつもの。あのお客様初めてですよね。何言っちゃってんの。いつもカウンターの隅の席に。そうでしたっけ。俺そんなに影薄いの。その気になったけど原因が分かった気がするよ。え、福島どうしたんだよ。バスター、ブルーフライデーもう一杯。元気ないですね。いろんなことがうまくいかないのよ。うまくいかないんですか。私ってごめんなさい。私っていつもこう、そう思い込んでるだけかもしれないですよ。ちょっと もう一回最初からやろうか。ちょっと。ああ、もう俺なんてダメだ。マスターもう一杯ください。ずいぶんと落ち込んでるようですね。いや、聞いてくれます？僕コンビ組んで10年以上なのに影が薄いんですよ。そんなあなたには、はい、ブルーフライデー。ブルーフライデー？テキーラをベースにブルーキュラソーを加えたカクテルです。憂鬱な気分も吹っ飛びますよ。なんか俺まだまだコンビで頑張れる気がしてきた。あ、やっぱりここにいた。お、熊谷。俺、あ、マスター、俺にもいつもの。はい。だからいつもの。あのお客様初めてですよね。何言っちゃってんの。いつもカウンターの隅の席に。そうでしたっけ。俺そんなに影薄いの。その気になってたけど原因が分かった気がする。え、福島どうしたんだよ。マスター、ブルーフライデーもう一杯。元気ないですね。いろんなことがうまくいかないのよ。うまくいかないんですか。私っていつもこう、そう思い込んでるだけかもしれないですよ。思い込んでる？ご自分の先入観で大事なことを見落としているかもってことです。はい。マスターに関係ないでしょ。ああ、これは失礼。でも元気がないのは仕方ないですが、不機嫌なのはいけませんよ。どっちだっていいじゃない。よくありません。不機嫌は周りも自分も不幸にします。そんなこと言ったってさ。あれ、こんなカクテル頼んでないよ。サービスです。あなたの不機嫌を洗い流すためのオリジナルです。そうだ、ついでに名前をつけていただけませんか。そうね、オーバーザスカイってどうかな。
神の御霊へ地獄やトラブル泣きたい時は泣きなよこれが定めでしょうか諦めようか季節はめぐる魔法竹鶴さんに謝れとりあえず。なんでですか？なんでですか？いや竹鶴さん、ごめんね。はい、一発目もね変なキャラ入れて、はいはい、一発目変なキャラで、はい、自分でつぼりましたよね。うまくいかないのよみたいな。そっから継続すれば全然良かったですけど、つぼり入りましたよ、ね。立て直せなくてごめんなさいね、はい、本当に。はい、竹鶴さん、はい、いかがですか？これ印象に残るドラマワンミニットでしたけども相当印象に残りましたね。いや竹鶴さんがすごくあのいつもね握手会に来てくださる方だからこそあのなんかあの顔でこんなね臭いセリフを、ね、ちょっと言ってるの想像したらねちょっと面白いなって思って。ダメよもう2回目も笑ったもんね。もうダメだった。演技が上手すぎてちょっとびっくりしちゃって。あ最後良かったと思ったら、うん、オーバーザスカイってどうかな。ああってそんなバーないよバーで。酔っ払ってたんですよ。酔っ払ったのか。仲間と酔っ払っちゃったんですよ。そういう演技ね、うん、もう何でも面白くなっちゃったっていうね。そうそうそう、はいなんですけど。竹鶴さん、うん、はい。逆に思い出になりましたねこれ。なんかすごい元気でしたね。そうだよね。そうなんですよ。夜のね。慰める必要もないぐらい元気でしたね。元気だったから。慰められなかった。これドラマを見ると2回やれたことは初めて。お得ですよ。お得、うん、お得。お得お得。ありがとうございます。竹鶴さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。AKB48 と仲間って、あと我々ガリットチョのサイン入り番組特製ノートをお送りします。さあドラマワンミニット自由に1分間のシナリオを作って送ってください。次回3月3日のテーマも自由、ドラマはアイデアだけでも大丈夫です。番組スタッフがシナリオとして完成させます。そして次回ドラマの応募締め切りは3月2日土曜日の午後6時です。お待ちしてます。ガチチャレ AKBさあリスナーが作った番、リスナーからの無理難題に週替わり MC の AKB48 のメンバーがガチでチャレンジするガチチャレ AKB。 今日は仲間たが受けて立ちます。準備はいいですか？イエイ、わかりました。それではガチチャレ AKB スタート。はい、ラジオネームエリカピから。 AKB48 10期生の仲間た、はい、自分のいいところを10個言ってください。どういいですか？目が丸い、顔が丸い、早稲田、ちっちゃい、素直、たくさん食べる、いつも真剣、声が変、髪の毛の質が普通で、なんかいろいろアレンジしやすい、あ、今成人。OK、次のお題。ラジオネーム、ラブライバーから。最高に大人っぽい声で、カレーパンって言って。カレーパン。続いてのお題。ラジオネームちゃちゃまるから。仲間た的日本はこうすれば景気が良くなるを1分以内に述べて。はい、 AKB が活性化してこう AKB が社会全体盛り上げていけば景気が良くなると思います。 OK、 次のお題。短すぎました。ラジオネーム、こじはるに似てるって言われたから。おオペラ歌手になりきってソーロングを歌ってください。え、思い出が、はい、終わり。わかんないです、オペラは。オペラは専門外ですね。さあ行きましょうか。エリカキから、はい、ね、15歳女性、ありがとうございます。10期生の仲間った、はい、あ、自分のいいところ10個、これはスムーズに言えてたよ、ね、そうですね、10個、やっぱいいところはばっかりで。でもなんかいいところっていうか、なんか髪の毛が整えやすいとか、なんか普通すぎてみたいな。髪の毛サラサラすぎると巻き髪もできないし、ちょっとクセっ気すぎるとこうチリチリ悩むし、
ちょうどいいんですよ。ちょうどいいから、あそこはね、いいところね。いいところです。で、ラブライバー、はい、大阪府の15歳男性からいただいたんですけど、はい、最高に大人っぽい、うん、これでカレーパンなんでだろう、うん、カレーパンになんか色気を感じる系男子なんです ねでもこれいい、うんうん、大人っぽい、うん、あ本当でしたか。だからもっと僕の方ができます、ね、マジで大人っぽい声、はい、お手本、はい、じゃあカレーパンって言って福ちゃんお願いします。カレーパンいや大人っぽいじゃん、ちょっといやらしいというか、ちょっとね、うん、大人っぽいっていうか、もう本当ですか、うん、仲間ったがパン好きだから、そうパンを作るのが好きなんで、でも何パンを作るんですか。私結構メロンパンとか、はい、普通に丸いパンとかコーンパンとか作るのが多いんですけど、一番好きなパンをちょっと大人っぽく言って、もしよかったら一番好きなパンね、大人っぽくお願いします。食パンの耳え耳好きなの。耳だけでいいんですよ。耳だけでいいの。むしろ耳だけで食べたい。それって耳そのままってこと。耳そのままこうペローンって剥がしてた、本当あれだけを食べていたい。逆じゃん、普通焼いたり揚げたりしない。逆なんですよね、みんなね、真ん中の白いふわふわが欲しいって言われるんですけど、だからちょうどいいんですよ。あれ超好きなんだね、友達と分け合ってね、はい。さあ続いてチャチャ丸北海道男性からいただきます、はい、日本はこうすれば景気が良くなる、景気が良くなる、はい、1分以内結構短いAKB が活性化して、うん、社会を盛り上げれば景気も良くなるっていう ね確かにみんなが、まあ、AKB もそうだけどね、みんなが頑張ればね、確かに景気が良くなる、明るい気分になるとみんな物を買うので、ねうん、オペラ歌手にはなりきってちょこじゃぬに似てるって言われたからこれねペンネームがすごいですね、うん、宮城県15代女性、はい、これもうちょっとなりきってソーロング歌ってよ。これなりきってなかったもんね。熊谷さんがオペラ歌手志望ということで、オペラ歌手で、はい、じゃあ俺はじゃあ違う歌でもいい、カチューシャで、いいですよ、カチューシャでいい、おじゃあソーロング、エブリデイカチューシャをオペラ歌手で歌います、はい、カチューシャ外しながらできるね。できるでしょ。これ素晴らしいでしょ。すごい。こういうことは絶対できないと思って。別のやつ。もう一曲。うん、もう一曲。うん、あ、面白い。アイボンチューリー。アイボンチューリー。あ、いいですね、いいですね。聞きますよ、じゃあ。オペラ歌手になりきって歌います。アイボンチューリー。いいよ。アイニーチューリー。あ、いい。アイニーチューリー。めっちゃいい。いいでしょ。会いたかったもいい、ついでに。いいわかった、いいよ、じゃあオペラ風に。会いたかった会いたかった会いたかったイエス素晴らしい。出た、俺の特技生まれたな。あ、生まれた、できますね。クマちゃんのオペラ風に言ってっていうコーナー作った。今後、来たよ。これ来たよ。ごめんな、変わった。取られちゃった。いや、ありがとうございます。面白かったな。いや、オペラ風、こういうことだからね、仲間った。よかった。今度頼むよ。はい、頑張ります。練習してきます。はい、練習してきてね。さあ、こちら、ガチャラ AKB ではリスナーの皆さんからのリクエストを受け付けます。週替わりで登場する番組 MC、AKB48 のメンバーにガチでチャレンジしてほしいことを送ってください。さあ、それではここで AKB48 のリクエスト曲をご紹介しましょう。曲紹介お願い。はい、沖縄県15歳女性のみーたんさんからいただきました。初めてこの曲を聴いて、卒業式のこの歌を歌いながら、聴きながら、中学校3年間お世話になった友達とお別れをしたいと思いました。15歳男性の野球小僧さんからいただきました。入試の前にこれを聴いて勇気をもらいました。兵庫県14歳女性の四十個のアリさん、アサリさんからいただきました。この曲は私が入っている科学環境部のテーマソングなんです。その他12歳女性のオックさん、そして、宮城県のフェイクスターさん、15歳の女性静岡県エリカピさん、そして男性の手を挙げると止まりますさん、12歳未満のターさん、ターさんからいただきました、はい、それではお聞きください。 AKB48 の新曲ソーロング。
ワクワクテッカテッカワクテカラジオ学園、みんな聞いてね。泣いて笑うぜ面白い。さて始まりました、泣いて笑うぜ面白ダイヤル。ガリットチュお墨付きの芸人が必ず笑えるかもしれない鉄板トークを披露します。そのトークが面白かったかどうか判定してくれるのは今夜の MC 仲間だ。そうなんです、私お笑いサークルに入ってるので、はい、うん、結構いろんな面白い人を見てますね。はい、じゃあ分かりました。でも冷静にジャッジしてください、はい。さあ仲間たが話を聞いて本当に面白かったら満腹、はい、まあまあ面白かったら腹八分目、正直つまらなかったら嘔吐という3段階評価のうちの一つを選んでジャッジしてもらいます、はい。よし、さあそれでは今日、はい、本日登場してくれるのは、はい、はい、ポテト少年団、はい、内藤くんです。出ました。知ってます仲間た。いや初めましてですね。初めましてですか、うん、いやでも今日ラッキー、はい、当たり日、本当ですか、仲間った当たり、特にやっぱ一押しの芸人さんなんですか。今若手の中でトークといえば誰かって言ったらもうポテト少年の内藤って言われてるから、おお、近い後輩で、うん、なるほど、無実力もちゃんとありますから。芸歴どのくらいなんですか。もう15年。あ、そう、結構じゃ長いんですね。そうそう、だから15年間の面白い話山ほどあるから。そう、仲間った期待しちゃってる。さあそんなナイちゃんと電話がつながっております。もしもし。あ、もしもし。はい、ナイトーくん、こんばんは、ポテト少年団のナイトーです、よろしくお願いします。はい、ガリット中の熊、はい、あ、じゃあ俺が知ってるかごめんナイちゃん、初めまして、初めましてじゃないね、うん、今日はねナイちゃん、はい、AKB48 から仲間たしおりさん、仲間たが来てくれています。仲間たしおりと申します、うん、あ、よろしくお願いします、よろしくお願いします。厳しく見ていきます。いやもうめちゃくちゃ厳しくしても大丈夫、はい、もうハードル上げて上げえ、ハードル上がってますよ、だいぶ上げて上げて大丈夫よ、うん、なえちゃん大丈夫なのね。はい、ガチガチのね、ちょっと不安な感じの声が出ましたけども、ね、さあまあね、もう中ちゃん菊ちゃんも出てますから、出てます一番面白い3人で、ね、3人なんか一番最後トークはもう絶品ですから。あ、トリオなんですか。トリオ、なるほどね。あ、いや、あのトリオの中で一番トークしない方なんですけどあ、どっちなんですか。福島さんはすごい、はい、一番トークすごいって言ってますけど、うん、噂によると。いや、とりあえずあ行きましょう。じゃあ内藤さん行きますよ。はい、聞きたい、はい、うん、準備 OK ですか。それでは、はい、行ってちょうだい。はい、あのですね、うん、僕あの昔から結構、うん、なんかすごいちゃんとした奇跡じゃなく、なんかプチ奇跡みたいな、うんうん、あんまり嬉しくない奇跡みたいなのが、うん、に結構、うん、遭遇するんですけども、うん、例えばあの、まあ、中学校の時にあの、うん、魚釣りに行ったらあの本当に長靴を釣ったりとか、うん、え、本当に長靴長靴、うん、はい、漫画みたいな感じでとかそういうのがあったんですけど、何年か前にあの朝のニュースの星座ランキングみたいなの見てたんですよ。星座見ますよ。ありますよね。あるある。蟹座なんですけど、その日の蟹座のラッキースポットは田んぼってなってたんですよ。田んぼ、はい、で田んぼに行ったらなんかお金が金運アップだよみたいな感じで見てて、はいはい、僕あの家が横須賀なんですけども、神奈川県の、うん、で20分ぐらいバイクで行ったらあの田んぼがあるんで、うん、休みだったんで行ってみようと思いまして行ったんですね、まあ、そこがすごいけど、はい、いやもう行こうと思って行ってみたんですよ、うんうん、そしたら途中でバイクがガス欠になっちゃいまして、おなんだよと思ってバイクを押して、うん、今ガス抜いたんですけども全然いいことなんかねえじゃねえかと思って、はいはいはい、でまあでも田んぼの方に行ってみたんですよ、うん、で田んぼに着いたらですね、うん、めちゃくちゃでっかいカエルがもう目の前にいて、おーすげえなと思って、そしたらそのカエルに近づいてたらカエルがピョーンって飛んだんですよ。おー、そしたらそのカエルの下に50円落ちててうんってこれーと思って、はい、カエルの下に50円とか、はい、っていうことがありましたね。いやでもそれラッキーだよね。でも俺すごいカエルが落としたのかな。いや でかいカエル興奮してね、それも嬉しいもんね、まあ言っても、はい、さあポテト少年団内藤くんの話が本当に面白かったかどうか、それでは仲間た判定お願いします。はい、まあまあ、はい、あ、私の評価はこれです。腹八分目、うん、言っちゃった。ちょうどいいよ、大丈夫。はい、まあまあということで、まあまあ、
まあまあですか。はい。いやでも良かったですよ。すいません。こんなもんじゃない。何福島？え？こんなもんじゃない。ナイト。こんなもんじゃない。ああ。今回はもっと聞きたくなるぐらいの。じゃあもう仲間だから満腹。じゃあもう一個だけ。あ、やった。いいや。ナイちゃんある？ありますあります。はい。それでは行ってちょうだい。はい。来た来た。はい。ある時ですね、駅で電車を待ってましたら、なんか足が、まあその日ずっと立ってたんで足が痛かったんで、足が痛かった、はい、ちょっと左足のあのふくらはぎを右足でポン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 負けてたんですね。はい、まあもうそうずっとやってるのもあれだから最後にしようと思って思いっきり蹴ったらですね、それが外れまして、靴があの線路の方にピョーンって飛んでっちゃったんですよ。やーべえと思って、思ったらその反対車線を通過した特急列車にぶつかって戻ってきたんです。すごい、すげえ、マジ。さあ、それではポテトショーラー内藤くんの話が本当に面白かったかどうか、それでは仲間って判定お願いします。私の評価はこれです。満腹、お腹いっぱい、でもおかわり。すごい、大ちゃん、やった、ありがとうございます。やっぱり面白いな、福島が言うだけあるわ。やっぱ、いや今日ね、何初も時間もないけどもう一本あります。いやもう時間ないよ、もう一本ない。いや本当に、いや内藤くん、ちょっともう一個、もう一個ある、もう一個、そんだけすごいんだったら短いのにしてよ、ちょっと時間ないから。短いのですか。お願いします。それでは行ってちょうだい。はい。車でコンビニジャンプか行ったら車忘れてく。さあ、仲間った判定お願いします。私の評価はこれです。腹8分目、ちょうどいい。いや、でもこの短さで、短すぎてね。ね、まあね、うん。いや、ナイちゃん面白いです、ありがとうございます。良かったです。3つも言ったでしょ、言った通り。ネタも見たい。で、仲間ったどうだった、良かったでしょ。え、面白かったです。なんかどうせつまんないんだろうなみたいな。いや、でしょ、思ったでしょ。なんか雰囲気、最初の雰囲気はそうあって、みんながよいしょしすぎてどうかなと思ったんですけど、いや、本当に面白かったです。もうポテト少年なナイトは奇跡の芸人って言われてます。そうそうそう、今後注目します。ナイちゃん、ありがとうね。ありがとう、面白かったです、ありがとう。ありがとう、ナイちゃん。さあ、以上、泣いて笑うぜ面白ダイヤルのコーナーでした。ワクテカ。さあ、ここでお便り紹介をしたいと思います。はい、来てますよ。はい、ラジオレウマッポスさんから、うん、熊谷さんのオペラの瞬間、横にいた犬が激しく吠え出しました。それは良くないってことかな。吠え出しちゃうのね。申し訳ないね。もう一回吠え出させませんか。え？もう一回。いいっすか。ちょっと待って。みんな眠くなってるから。そうか。目覚めの歌を。オペラで。じゃあ目覚めの歌歌っちゃおうか。何歌う？何歌うかもういい。自分で決めちゃっていいもん、言わないで。わかりました。行きましょう。ナンバーワンにならなくてもいい、もっともっと特別な。食べるの。もういいとこだ。私も俺オペラいけるな、マジで。いけるな。習おうかな。いやいやいや。習えな、習えな。いやいやいや、調子に乗るの早い。あ、ごめんごめん。まだちょっと、ありがとう。完成度をね。ありがとう。高めてくれないと。さあ、来てますね。こちら来てます。ラジオネーム、レターハンター、島根県18歳男性。一度で二度、美味しい仲間ったが聞けて、今夜は得した気分です。何があっても面白くなる三人で、またなんかやってほしいです、ドラマ。ああ、ドラマね。いや、ドラマやりたいですね。よかったよかった。次もっと笑わないで。はい、福ちゃん。やりたいな。ラジオネーム、ホープリーさん。はい。仲間ったお笑いサークルでのネタを一つ披露してください。私ネタやってないんですよね。スタッフなんですよね。マネージャーっていう事実。お笑いサークル、私やりたいんですよ本当は、本当はやりたいんですけど、マネージャーさんにお願いしたんですね、お笑いサークルでネタをやりたいと。したら、いや、仲間とはインテリで売ってんだから、そんなバカなこと言わないでって言われちゃって、あんたキャラじゃないじゃないっていうね。ちょっと今すねてるモードなんですけど。じゃあでもやってほしいよね。すごいラジオではね、いいと思うので。やっぱそう言われちゃうもんね、検定サークル入ってたら。やってるんだってなっちゃいますよね。もう次もし会う機会あったら、もうネタもう作ってる。じゃあ誰かから盗んできます。うん。
盗んじゃダメよ。盗んできます。自分で作ってよ。だから面白い人。ちょっとよろしくね、後で。うん、さあ、行きましょう。続きまして、ラジオネーム A ちゃんから、女性21歳。はい。秘書検定の準一級に合格しました。これも、11歳で？うん。これも福ちゃんが、合格祈願してくれたおかげです。あ、21歳か、21歳。21歳か。はい、ありがとうございました。次は1級合格目指して頑張ります。1級に合格できたら、ガリ中専属の秘書にしてくださいと。やりましょう、やりましょう。はい、すごい。おめでとう。かっこいいの。いいですね。いや、行ってよかったよ、僕。よかったですね。続きまして、宮城県19歳男性のバスティアンさんからいただきました。今日のコントで結果はどうあれ告白と言っていましたが、熊谷さんは結果はどうあれプロポーズしないんですか？リスナーのみんなとプロポーズの言葉を考えるのはどうですか？あ、いや、あのですね。どうですか？いや、俺、ね、結婚ってやっぱ真剣に考えるじゃん。だからまあ、それは、本当にまあ、じゃあ遊びなんだね。いや、遊びじゃなくて。今の彼女は遊びなんだ。彼女さん聞いてますか？遊ばれてますよ。あの、遊びじゃなくて、うん、順序ってものには、まあね、そう、まだ勢いで、ね、そういうする期間でもないし、俺やっぱ、ね、時って大事だと思うし、うん、まだ付き合って1年もな経ってないわけだ。なるほどね。そうなんです。やっぱり何年も付き合わなきゃこの子のこと分かんねえっていうことなの。いや、そういうことじゃなくて怖い怖い怖い、正体を見せろ。いや、いろいろ話はしてるのよ。ガリちゃんさんの空気がやばいですよ。だから結婚について話してるから、もう、うん、半年にかからわらず、かわらず、うん、噛んでるから、それは大丈夫。そこはもう本当にその機会があったら俺も後押ししてくれと言うよ。うん、ちょっと待って、お前が結婚したらガリ中人気どうなんのよ。いや、もうそれはやばいやばいやばい、うん、もうやばいよ。もう既婚者、もうお前結婚して色気出ない二人だからね。もたかないか、もたかないか、ごめん。だからワンフレーファン、まあね、いや、そうしたら大丈夫ですから、うん、はい。いや、もう頑張ってますよ、はい、あ、まだまだ来てますよ、うん、はい。ラジオネーム元生徒会長さん、はい、はい、ガリ中さん仲間った、こんばんは。こんばんは。先日無事私立高校に受かりました。おめでとう。やった。おめでとう。ですが、この後3月に本命の公立の入試があります。なるほどね。悔いを残さないように頑張っていきます。できれば応援一言いただけるとありがたいですと。はい、じゃあ元生徒会長に、じゃあ僕から行きましょう、はい、元生徒会長、もう1個受かったんだ、楽にね、あんま緊張せず体調整えて頑張ってね。はい、仲間だから。もう私も本当高校受験の時はすごい必死に勉強して、なんか自分に自信持って頑張っていたので、まあ今熊谷さんが言ったみたいに1個受かってるので、そうだよね、もうあんまり緊張せずにリラックスしていつもの自分で頑張ってください。でいいか、元生徒会長、今からな、一睡も寝るな、勉強しろ、今気抜いたら終わりだぞ。スパルタや。すごい、追い込むね、お前は。塾の先生みたいな。そうね、今こういう時期がね一番ね、はい、ダメなんですよ。これでちょっと浮かれちゃってみたいな。浮かれちゃってみたいなありますからね。わ、ね、うん、かりました。ラジオ聞いて息抜きして頑張ってください。はい、皆さん受験勉強頑張ってください。ね、うん、たくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。ワクテカ賞を決める時間がやってまいりました。受賞した人には出演者サイン入り番組特製オリジナルノートと NHK ラジオのマスコットキャラクターラジルグッズをプレゼント。はい。はい、私が選んだワクテカ賞は、15歳女性、宮城県のこじはるに似てるって言われたさんに決定しました。おめでとうございます。ございます。なんでなんで、こちらは、こちらはソーロングをオペラ歌手風に歌ってくださいって送ってくださったので、ありがとう。やっぱね、熊谷さんの意外な特技、おー、そうだね、発掘してくださった大事な方なので、ありがとう、こちらプレゼントします。オペラ風にありがとうと言えば、よかった。ありがとう。いやいやいや、それいらないよ。覚えちゃう、声。いいですね、コンビ感が。さあ、続いて。ガリ途中が選んだワクテカ賞は、はい、山梨県15歳女性、サータさんです。はい、おめでとう。おめでとうございます。これは15歳なのにお母さんと間違えられたから。うん、ああ、なるほどね。大丈夫、たまたまだったと思うからね。たまたまだよ。うん、そうそう。さあ、時刻は10時55分を回りました。うん、55分ですね、はい。はい、枠手からジョーさんで、あっという間なんですよ。うん、さあ、次週告知です。先取りソングは、スリーピースバンドのミンクスゾーンがゲストです。ドラマワンミニットはシナリオやアイデアを募集中。3月2日土曜日午後6時まで送ってください。
代わりに言ってあげるガチャレ AKB も受付中です。ゲスト宛てのメッセージや質問などいずれも番組ホームページから投稿してください。お待ちしてます、うん、さあ仲間った、はい、もうねこちらいろいろやってきましたが、もう終わりの時間早いですね。本当にあっという間で、うん、そうですね、生放送のラジオ、まあ他にも私もやってるんですけど、芸人さんと、うん、はい、なんかまたなんかガリチューさんとやるのもまた違う感じで、おい、ちなみに誰とやってるの？今いい男の山口隆さんと先輩と九州でやってるんですけど、そうなんです。なんかやっぱりいつも山口さんとだと1対1なので、こう3人でやるっていうのは久しぶりで、すごい楽しかったです。そうか、じゃあもうやっぱラジオやってるっていうのはもう分かるね。仲間ってやっぱすごい、本当ですか？もうテンポがもうすごい速いとか無駄話をねちょっと挟みつつあるのがおばさんになったのかなって思うんですけどね。楽しかったですよ、うん、ありがとうございます、楽しかったです、はい、あ、うん、来てますよ、はい、お便りですね、はい、ラジオネームギターチョコレートさんから、はい、仲間った、熊谷さん、はい、オペラ風に、うん、学年末講座、うん、はい、頑張れと言ってほしいです。学年末講座、はい、頑張れ講座、講座なんだろうそれ、そう、あ、試験ね、学年末講座、なるほど、あ、そういうことですね、わかりました。じゃあ仲間って行きます。二人2人ですか、はい、じゃあ一人ずつ行きましょうか。じゃあ仲間ったから、はい、学年末講座頑張って、学年末講座頑張って、かわいい、かわいい子犬が吠えてる、わ、ね、かりました。じゃあ僕からいきましょう。もう俺のこと覚えちゃったもう嫌な予感してる。いいよ大丈夫、言いますからね、うん、学年末講座頑張る、犬まで綺麗は、犬の鳴き声綺麗だな、うん、うまくてびっくりしましたけど ねいやよかった。続いていきましょう。こちらラジオネームアーティスト京都府15歳男性、はい、先週の火曜日に入試がありました、うん、結果はみんなの支えもあって無事合格しました。おめでとう。家族友達 AKB の歌福ちゃんのお参りのおかげだと思います。もちろん熊谷さんも。とそこでいい高校生活を送るには何をすればいいなどありますか。いい高校生活、いい高校生活を送るために、うん、私は部活に入っていて部活が本当に楽しかったので、やっぱり何か部活をやるとか、部活じゃなくてもね、何かしら自分が熱中できることを見つけるのはいいかなと思います、うん、いいね。どう福島さん、やっぱ恋じゃないですか。いいですね、セーフプレートとかね、全力、恋に全力、うん、羨ましい。そうだね、うん、でも高校生活にね、こう勉強も大事だけども、うん、いろんなことを知るね、うん、機会というか多感な時期だから、うん、こういう時に高校のね友達とか今も結構仲いいので、うん、大事だと思いますよ。いや大事だよね、うん、友達と仲良くするのも本当に大事ですから、うん、もう楽しく過ごしていただければと思います。楽しんでください、本当に一番楽しい時期なのでね、うん、本当そうよ、高校生活。熊谷さん今日あのゲストでケラケラさん来てたじゃん、はい、うん、あれ公開したの、その連絡先とか。やっぱりなかった。な芸能人の友達ずっと欲しいって言ってるのに。本当ですか。いや私でよければ。いや仲間ったわ、やっぱアイドルだから。アイドルはやっぱりおじさんはダメ、それはダメおじさんよ、うん、そういう言い訳してね、全然ちょっと私に興味なさげすぎるんですよね。いや違う、そんなことないよ、仲間ったの。目が泳いでます、目が泳いでますよ、大丈夫。いや、ぜひとも、いや、仲間ったんだろう、しょ、嬉しいよ、みんな、ハート強いんで。いやそんなこと仲間ったらそんなことないよ大丈夫ですよ、これらで断られるのは大丈夫ですよ、うん、だからもうでも芸能人のね友達をどんどん作っていきたいと思います、はい、ぜひお願いします、はい、ニュースをお聞きいただいた後11時台は、ドアツ店マツコナオズミのロックな労働相談室引き続きお楽しみ